阪神0-1巨人、11日、甲子園球場。阪神、矢野監督はわずか1安打で完封負けの打線に苦言を呈した。先発、高橋に今季4戦4敗。甲子園では19イニング連続無得点となり、1失点完投の西勇を援護できなかった。もちろん、ミーティングでもいろいろやってくれたりしているけど、プロである以上、結果で示していかないとダメと言い、それだけやられているということは、まだやれることがあると思う。今日も向こうがすごく良かったというふうには見えないんでね。そういうところでは、プロとして悔しさをしっかり持ってやっていきますと雪辱を誓った。